ック、早く飛行機のところへ。やっぱり壊されたか。なぜザンダーを止めなかった。奴の4倍もでかいくせに。ふん、後ろで命令だけしている奴は気楽でいいね。戦いに専念しろ。戦略は僕が練るから。大した戦略だよ。まったく、キューブをザンダーに渡すなんてな。そっちこそザンダーをやっつけてエヴァにいいとこ見せたいんだろ。ああ、ナック本当に素敵です。ナックったら素晴らしいわ。ルーカス、成長しろ。ナック。なんだ。聞いて、さっきはあんなこと言っちゃったけど、君じゃなくエヴァに腹が立ったんだ。俺もさ、生かした俺たちじゃなくてザンダーを選ぶなんてありえないことだ。だよな。しかも置き去りだ。とにかく島から出る方法を考えよう。なあ、あるのは壊れた飛行機と松の木が何本か、ロボットの残骸もたくさん。しばらくいることになりそうだな。だね。博士やライダーが助けに来てくれるかも。ザンダーがそうはさせないだろう。帰る方法はあるはず。いい方法はないか。朝になれば何か思いつくかも。睡眠も必要だよ。もしかしたらこいつはいけるかも。ナック、仕事の時間だ。見た目はイマイチだな。ロボットの残骸で作ったからね。そりゃ不格好さ。さあ乗ってみよう。ちゃんと飛んでくれるといいけど。飛ぶさ。多分ね。行くぞ。まずは博士のとこへ行こう。肩の力を抜いて、長いフライトになるからね。まずいぞ。みんな無事かな。ナックミサイル発射だ。